Thank you.
Thank you.
って3日前ぐらいだったんで、まあ、そんな長期離脱してなかったんですけど、うん、まあ、復帰してすぐ、まあ、メンバーにまず入れてくれた監督や、あとみんなここにいるチームメイトが群馬で厳しい中戦ってきてくれて、いつだに帰ってくるって約束を守ってくれて、本当にもう仲間に感謝しかないです、うん、はい、まあ、やれることやって本当に力のある、みんな個人個人が力のある選手ばかりなんで、絶対に妻が帰ってきてって言いました、はい。遠藤君だいぶ爆発してくれたけど、はい、もう啓太とは小学校からの中で、うん、その中で本当に俺の分も本当に頑張ってくれて、得点もたくさん取ってくれて、他のメンバーも特に3年生はみんな活躍してくれて、本当にもう感謝の気持ちで、あとは自分が決勝で少しでも活躍して、まあ恩返しじゃないですけど、チームのためにできることやりたいなと思います。うん、2点とも絡んでるんですけど、1点目とか、なかなかいいところに精度ができたんですけど、もっと自分のシュートの精度を高めていけば、あそこで決めれるし、もっといいキーパーだったら、キャッチとか、無駄にされてたんで、まあ、自分の質をもっと高めていきたいなと思います。和田君も起きてどうですか？和田君はもう本当に感謝したいように思ってたんですけど、まあ、あいつ戻ってきて心配だったのは、なんかチームとしてあいつに頼っちゃってて、今までは、で自分自身も人たちに頼ってた時期、気持ちがあって、多分点が取れなかった時期も多かったんで、今日心がけてたのは、あいつがベンチにいたり、戻ってきても自分を貫き通して、自分が試合を決めるぐらいの気持ちではいいと思いました。いないことによって成長というか、自覚というか、多分それすごいあると思います。マリノスカップの時とかも、あいついなくて、結構できてたんで、まあ、あいつがいないからっていうふうに思うつもりないですけど、成長できたかなっていうふうに思います。早くしたいし、まあ、相手が実は大きいかしか分かんないですけど、最後まで諦めないで、サポーターの皆さんとか、応援してくれる方たちと一緒に、カップを掲げたいです。